負けで咲く日陰。こいつは強いぜ、面白い。しまう、今日の策が全く嫌い。じゃあ誰が作るんだ。シャーン。なに、どうしたのか。一斉のセブ。セリヌマ帰。セリヌマは今日も休みか。もう一週間もお休み。連絡もつかないし、ツイートも止まってるし、大丈夫かな。持ってないでいい加減出てきなさい。ご飯も食べないで、もう。タクロウ、あんたどうにかしてよ。じゃなくって、妹が心配じゃないの。毒性なあのデブ。おいデブ、とっとと起きろ。風呂入って飯食え。デブ保てなくて死ぬぞデブ。いやーじゃねえよ、母ちゃんに心配かけてんじゃねえっつーの。ほら、わかったよ。髪の毛ベトベトだ。お風呂入らなきゃ。あーちゃんに話聞いてもらおう。しよう。何？ん？何のポスター？あれ？こんなことありえないけど、現実なのだから仕方ない。おはよう。やだ、すっごい見られてる。変かな、制服サイズ無理やり合わせてきたし。あー、やっぱ休めばよかった。あーちゃん久しぶり。連絡しなくてごめんね、スマホ壊しちゃって。その声、もしかしてカエちゃん？嘘だろ、セリヌマ、マジで？嘘、なんでなんで、何があったの？どうしたんだよ。やめろよ、怖がってんだろ、落ち着けってみんな。大丈夫？ありがとう、イガラシ君。ごめん。うわ、マジかよ。痩せて可愛くなるとかやべえわ。なあ、七島。大丈夫？で、おい、七島。ウケるわ、マジ。そこそこイケてんじゃん。おい、ナナ。でも元はあれだもんな、あれ。あ、泣かした。ああ、どうすんの？ひどい。え？俺？私、七島くんを見ると、シオを思い出しちゃう。何してんだ。走るなよ、危な。篠宮くん。ごめんなさい。ま、待って。何？いや、保健室。そうだ、転んだの保健室に行かないと。篠宮くんが優しい？あのツンの見本みたいな子が？失礼します。あ、むつみ先輩？どうしたんです、その怪我。いや、木から降りられなくなってた猫を助けたらすっごい引っかかれた。何やってんですか。芹沼さんこそどうしたの？ああ、今何？篠宮くん名前え、セリヌマさん。セリヌマカエさん。嘘だ。私がアマディに変わったんで分からなかったのかも。確かに少し細くなったみたいだけど、セリヌマさんってことぐらい分かるよ。むつみ先輩くらいですよ、すぐ分かってくれたの。だって優しいところは変わらないじゃない、セリヌマさんだよ。
ありがとうございます。そうだよね、私は私だよね、何も変わらないよ。セリヌマさん、次の日曜映画とか行かない？え？イカラシ！待てよてめえ、セリヌマには俺が。ノノ、あ、いた。セリヌマ先輩、少しお話いいですか？まあ、セリヌマさん、ちょっと話が。そう、変わらないはずです。